繁栄福は韓国系アメリカ人の経営者。大韓民国の大手企業、LG グループの LG カードの創業者兼元代表取締役社長である。現在はアメリカ合衆国の株式会社ウェストベリーカントリークラブとウェストベリーグループの取締役会長。繁栄福の妻の父は大韓民国国軍の県軍メンバーとして軍の象徴である。 軍番一番としても有名な陸軍参謀総長出身の初代統合参謀本部議長のリトールコン将軍である。1978年代表の韓英服が韓国に信用情報を定着させるために立ち上げた株式会社コリアンエクスプレスは大韓民国では初専門クレジットカード会社として初めて国外でも使用可能な総合クレジットカード会社として知られ、 繁栄副代表が自ら実践した営業実績により、創業8ヶ月で800点以上の加盟店と1万5000名以上の会員が加入するなど、韓国では急成長企業となった。1981年、世界的に有名なクレジットカード会社であるアメリカ合衆国のビザと日本の JCP と業務提携をし、創業から2年で加盟店を2000点以上に拡大し、 会員も3万人以上に増やした。ありがとうございます。